ロビーラウンジへようこそ。さて今回は台湾台北にありますこちらのホテル、こちらって言ってもちょっとわかんないですね、ホーミーホステルに宿泊です。今回もね、入り口探すのにだいぶ迷いましたね。はい、なんかホテルっぽくないんですよね、入り口が。こうオフィスビルというか商業ビルというかなんというか、はい、でも一応お示し案内が看板っていうのかな、お客品ありましたので早速行ってきましょう。7階が受付となっております。合わせ鏡だ、意外と怖い。少し不気味なエレベーターを登ってですね、早速ホステルの入り口にやってきました。自転車がありますけど、借りれるみたいですね。レンタルチャリ、レンタチャリもあるみたいです。チェックインこちらということで、なんとも入り口はね、可愛らしいゲストハウスっぽい作りになっております。こちら受付ラウンジとなっておりました。最後の方に見ていきましょう。早速チェックインを済ませ、お部屋の方へとやってまいりました。こちら今回泊まるドミトリー、アイ部屋ですね。部屋自体はとても広いですよね。でこちらで他のゲストの方と部屋を共有する形となっております。私が泊まるベッドはこちら下の段ですね。あらかじめ枕カバーしてありまして、他はベッドメイク、自分でベッドメイクをするスタイルですね。お部屋から違う自分のベッドから見た感じでしたね。でここにロッカーがありまして、ハンガーなんかも中にあったりして、荷物を入れて鍵を閉められると、はい、こんな感じでカーテンを閉めるとちゃんとプライバシーが守れる感じですね。大丈夫ですよ、誰もシャーとかいきなり開けたりされる心配はね、もうほとんどしなくていいと思います。はい、で頭元にね、こうコンセント類なんかあったりして、でベッドメイクは自分でやると、はい、一般的なゲストハウスと同じスタイルですね。ということでもう早速夜になってしまいましたが、いやー今回もね、旅で疲れてこう撮影したらもうふと眠りに落ちて、あっという間に夜になってしまったんですよね。外を見てみるとまだ誰もいない様子ですね。ここは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人ドミトリーなんですがね、今回泊まっているのは私とちょっとね 2,3 人でしたね。会うことはなかったですね、タイミングが合いませんでしたね。はい、ということで水回りの方を見ていきましょう。先ほど入ってきたところですね、トイレットから、こちらトイレット、再三言いますが台湾はトイレットペーパーを水に流してはいけません、ご注意ください。でこちらシャワールームですね、お手洗いと似ている感じ。今回は別の部屋にありましたね、トイレとは別のところにありました。こんな感じですね。はい、続いて翌朝ラウンジで私ちょっとお勉強をしてゆったりと過ごしておりました。こちらラウンジスペースですね。ソファーがあってなかなかもうね、気持ちいいよね。このラウンジスペースを利用するためだけにこうホステルを利用するっていうのもありですよね、仕事とかね。なんかそこら辺のそれこそコワーキングスペース使うよりもこっちの、ね、ホステルのラウンジ使った方がなんかいい感じの人もいるんじゃないですかね。まあそれは皆さんのお好みによりますけど、はい、私はねどっちかというとね、このホテルのラウンジがやっぱいいですね。なかなか不思議な構造ですけども、でね、このラウンジの端っこのスペースの方にこんなところもありました。私はずっとここの端でねこもりたいタイプですねはい、受付が右側ですね。でボードゲームじゃなくて、やばい、サッカーのなんだっけ、忘れた、こちら朝食朝食です、無料でありましたと。お粥がねまたお腹に優しいんですよね、
ぱ海外来た時はお腹下しやすいから本当にお粥がありがたい。他にはねトーストなんかもありまして、おかずはこうシーチキンだったりコーンだったり、まあそんな感じのがありましたね。まあ無料なんでね、あるだけでありがたいですね。テーブルサッカーだっけ、テーブルさっきのテーブルサッカーだっけ、ちょっと思い出した。そう、なかなかねシェアハウスに住んでた時楽しい思い出があるのではい、関係ないですねはい、こちら朝食フリーでありましたと、食べ放題ですよ一応ウォーターサーバーなんかもあったりして、でドリンクもね牛乳などなどありました。ラウンジに電子レンジなんかもあるので買ってきて温めて食べてもいいですね。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。